公認公認後期2年12月22日は、中国民末から新書にかけて活躍したがそう。俗称は、公子、名は等、等、もやい、字は六期、宋となって、公認を法意港なし、故郷の川にちなんで、全光、全光学人とこうした。他に、無知、鴨目名とも称した。暗記賞、旧剣等言語の人、新暗派の祖、佐志表、王の随。 孫一と合わせて、海洋次第家と商用される。また、金山、石東とで、民町三高層、八大三人を加えて四層と呼ばれる。高山の継承を描いた代表的な画家で、独特の細い筆線で静寂で明るい山水図を多く残した。民の諸生となって官位についたが、35歳の時南京が陥落。東欧について、福建に行き、 新軍に抵抗したがあえなく亡命政権が壊滅。ブ山に入り、ここを全自動船の下で出家した。ブ山には、数年滞在自然の修行の傍らがあの修練と、施策を行っている。その後故郷の太平公国寺、ついで、五明寺に従している。南京野牢山、甲州に有歴史、本山、石東、梅清らと交友が知られる。 高山にはしばしば登りが作に専念した。元松の画家、高金持や、とりわけ、芸さんに影響を受け、先輩の小雲も重からも多くを学んでいる。筆木は、青い強しにして簡潔で精神な風があった。山水図を多く描いたが、梅花や、草稿の竹も描いている。また書は、海象、眼神経、行象、芸さんに、死法した。深案で盛んとなっていた。 木版画は木派版画と呼ばれ、その精細な技は当時から有名であったが、公認の細い必線もこの版画に影響を受けていたとされる。去年54、五名寺に墓がある。公認の生涯は、同郷の陰明け者の善行師殿にあるいは大安氏印、前行を正殿に詳しい。ありがとうございます。